デンバー動物園はアメリカ合衆国コロラド州デンバーの動物園。1896年に開園。デンバー市軍が所有し、運営費の一部が科学、文化施設特区として修税で賄われている。2005年にはデンバー都市圏で最も人気のある有料観光施設となった。デンバー動物園は一頭のアメリカグマの孤児を寄贈されたことから始まった。その際、 鉄格子を排したベアーマウンテンを建設し、アメリカ合衆国で初めて自然に近い展示方法を採用した動物園となった。同様のコンセプトで、霊長類には巨大な金網テントと開放区域、プライメートパノラマを、肉食動物には環境、エンリッチメントとして区切られた三区画を順番に共有させ互いの匂いを認識させる展示、プレデターリッチを 2012年6月1日にはご区画を様々な種類の動物が交代で使用するトヨタエレファントパッセージを建設し動物園は拡大していった。デンバー動物園はアメリカ動物園水族館協会の認定を受けており世界動物園水族館協会のメンバーでもある。2009年に ISO14001 を取得した。デンバー動物園は 1896年に一頭の子グマために創設された。この子グマは親を失ったアメリカグマで、デンバー市長トーマス・エス・マクマーリーに送られ、当時の人気政治家、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンから名を取り、ビリー・ブライアンの愛称で呼ばれていた。マクマーリーに子グマの飼育を託されたシティ・パークの管理人アレクサンダー・チェグラハムは動物園を作ることとなった。 初期のデンバー動物園には、子グマの他に、野生の水鳥、プレーリードッグ、アンテロープとケイが飼育されていた。1905年に、キタリスの一群が導入されると急速に個体数を増やし、水鳥の生育に多大な影響を及ぼすようになった。キタリスを射殺して、数を減らすことが計画されたが、市民の反対により実行されなかった。代わりに、 可能な限りのリスが捕獲され、デンバーの山林公園に移送されたベアーマウンテンの南端部分。当初猿のために用意されたが、現在は花熊が飼育されている。開園よりしばらく雑多な見せ物用の動物を展示していたが、1906年に市長ロバート・ W ・スピールは鉄格子を廃してコンクリートの岩や滝と木を使うと決定し、 市の造園設計士サッコアールデボアに改造アイデアを図面にさせ、ビクター・エイチ・ボーチャードを動物園の責任者に任命した。ビロックスの記念碑ボーチャードは、ベアーマウンテンをデザインし、5万ドルをかけて高さ13メートル、長さ56メートルの展示が1918年に完成した。ベアーマウンテンは、コロラド州モリソン郊外のダイナソーマウンテンの形、色、 質感を再現しており、鉄格子の代わりに、見えないように配置された掘りと、自然の植物、蒸気の吹き出しで自然な外観を演出した。主な二つの展示では、当初は北極熊とグリズリーを飼育していた。南端部分はメサベルで国立公園に似せてデザインされ、猿が飼育されていたが、逃げ出す問題が起こったため、代わってアシカ用に使われた。 1941年から1961年の間はベロックスという名のメスの北極グマが飼育されており、1952年には第31不評連隊のマスコットに採用された。ベロックスは1961年に死亡したが、記念碑は今も園内に残っている。デンバーのベアー・マウンテンはアメリカの動物園の中で最も初期に作られたものの一つであり、 この展示を見たセントルイス動物園は、ボーチャードを採用した。同じ地域の他の動物園は、多額のニューディール基金を投じて、施設を改善したが、デンバー動物園が1918年から1950年の期間に新たに加えた大きな設備は、モンキーアイランドのみだった。モンキーアイランドは1937年に WP の基金を使って建てられた。 当時の市長ベンジャミン・カイ・ステープルトンは動物園に少ない予算しか与えておらず、1947年にクイック・ニュートンが市長になった時、維持管理が行き届いていなかった、設備の状態は良くなかった。ニュートン市長は動物園のデザインに40年の経験を持つデボアを採用し、そのの再生を計画した。1950年のモンキーアイランドの 全面回収をはじめとして、着実に展示の追加と改善が行われていった。デンバー動物園基金が1950年に創設され、同年園にとっての初めて像となるクッキーを迎えた。子供動物園が1951年にオープン。1957年には敷地周囲に境界フェンスが設置された。1959年に 敷地内への自動車の乗り入れが完全に禁止された。同年、厚川動物のための居住区、パキダームハビットがオープンし、2頭目の像、キャンディーが加わった。さらに、1964年に、猫科のためのヘディーンハウス、1966年に、キリンのためのジラフハウス、1969年に、動物病院、1975年にバードワールド、 1979年に、大津の羊のためのマウンテンシープハウス。1987年に、艦隊の動物のための施設、ノーザンショアーズ、狼の巨獣クウルフ、パックウッズをそれぞれ開設した。1972年の海洋哺乳類保護法により、北極熊とアシカをベアーマウンテン施設内で飼育することができなくなった。この法律と設備の老朽化を理由に、 1987年からベアーマウンテンの改修が25万ドルかけて行われ、1989年に再オープンした際には、グリズリーと月グマが北の肉角を使用し、南端部を花マが使用することとなった。1993年、1150万ドルかけた熱帯動物展示トロピカルディスカバリーがオープンした。デンバーのアンダーソン・メイソン・デール社が設計した。 ピラミッド型の屋根を持つ、この屋内熱帯庭園は、水族館と爬虫類、両生類展示を兼ねており、この展示の解説により、同動物園の飼育動物の種類と数は倍になった。トロピカルディスカバリーで公開された動物の90%が、これまで、デンバー動物園で展示されたことがない動物であった。加えて250種以上の植物が、同施設で展示された。 1994年11月6日、2頭の北極熊、クロンダイクとスノーが生まれた。しかし、初産のためか、母ユールが育児を放棄したので、飼育員が2頭を育て、やがて動物園の人気展示となった。その後2頭は、フロリダ州オーランドのシーワールドに移された。2012年に、スノーはさらにフロリダから、アリゾナ州通村のレード公園動物園に、 映されたが、同年9月2日に突然死んだ。クロンダイクは2013年9月13日にシーワールドにて死んだ。このクマたちの話を記念して、デンバー動物園の北極熊を観察するエリアの反対側に銅像が建てられている。2007年2月24日、ジャガーが飼育設備の中で飼育係のアシュリー・パフさんを襲った。ジャガーは緊急対応犯により射殺され、 パフさんは搬送先の病院で亡くなった。デンバー動物園では飼育係が直接大型の猫か動物に触れることを禁止する規則があったことから動物園側はこの事故はパフさんの人為的ミスが原因であったと結論づけた。2009年デンバー動物園はアメリカ合衆国の動物園として初めて ISO14001 の認定を受けた。 同年シティパークの植物園が建て替えられ、デンバー動物園専用の区画が与えられた。2010年、動物園はダックレイクの堆積予定を除き水質を改善するために、デンバー市と協力してお排水を行った。ダックレイクはシティパークの一部であり、動物園の敷地外だが、合衆国有数のゴイサギとユキコサギの生息地である。 動物園の熱帯アジアプロジェクトの一環として、湖岸に沿った自然観察路が整備された。2012年、5000万ドルの建設費をかけたトヨタエレファントパッセージがオープンした。この展示は、当初熱帯アジア展示計画として2006年に発表され、2009年6月に建設業者の入札が行われた。2009年12月2日にキーウィット社が着工し、 2012年6月1日に一般公開となった。マップオブ、デンバーズー、デンバー動物園では、ひずめを持つ、哺乳類、肉食哺乳類、霊長類、厚皮類、鳥類、爬虫類、魚類を含む世界中の動物を飼育している。見学路は大きなループになっており、ループの両側に動物の展示が配置されている。2010年現在の展示は、 以下の通り、1918年に、1987年から89年にかけて25万ドルをかけて回収を行い、グリズリー、月のハナ花グマを飼育している。プライメートパノラマハズプレンティオブルームフォーイッツ、ランガタンズプライメートパノラマは2.8ヘクタールの面積を持ち、人カ化及びその他の大型サルメを飼育している。樹上生活をするは、 4階建ての高さ、合計4000平方メートルの広さを有する、開放型のワイヤーメッシュテント群に飼育されている。猿は、テント内のツル植物を登り降りして、遊ぶことができる。ゴリラは、ロープ登りをしたり、ハンモックで昼寝をしたり、世界有数の大きさの飼育環境の中を自由に、歩き回っている。オランウータンは専用の屋外施設飼育されており、木登りや、 ハンモック遊びができるようになっている。ジュエルズ・オブ・ザ・エメラルド・フォレスト・パビリオンは、マダガスカル、南米の臨床と臨間夜の霊長類をそれぞれテーマとしたジオラマの中を通り抜ける、曲がりくねった歩道を特徴としている。シャンバでは愛いの獅子を飼育しており、中央西アフリカの村を模したジオラマが眺められる。モンキーアイランドは、 当時の公共事業促進局から資金を得て1937年に建てられ1950年に改修された。堀井で囲まれた島では夏にはペリカンなどの水鳥も飼育する。堀りの水は冬場は抜かれ、猿はモンキーハウスへ移される。モンキーハウスは最初の霊鳥類の展示施設でモンキーアイランドに対面して立っており、夏は モンキーアイランドで開放されている数種類の猿の陶器飼育施設になっている。プレデターリッジはアフリカのサバンナを表現しているプレデターリッジはアフリカのサバンナを紹介する大きな展示である。この地区では異なる複数のアフリカの捕食動物を飼育しているが、動物たちに環境、エンリッチメントを与えるため、展示区画を順番に移動させ互いに匂いを 認識することができる構造になっている。フィーラインハウスは1964年に作られた2つの建物から構成されており、内部は3個の大きな屋外展示と6個の小さな屋外展示が屋内展示の部屋でつながれた形となっている。動物たちは悪天候時には屋内で保護され、天候が良い時は屋外展示に出られるようになっている。大きな屋外展示では、マハイエナ、 縦ミ,ミ、狼、虎が飼育されている。他には、雪コ小人マングース、アムール表、サーバル、ミーヤキャット、ジャガー、ホッサなどが展示されている。チーターは、厚川類の展示の向かい側にある、独自の大きな囲いの中で飼育されている。厚川類のエリアには、サイとカバが飼育されている。ゾウとマレイバクは2012年6月のトヨタエレファント、パッセージの公開前に、 同施設へ移された。北東の角にあるシープマウンテンで飼育されている動物以外の夕日詰め類のほとんどは動物園の中央部で飼育されている。グレビーシマウマ、アミメキリン、フタコブラクダ、ヒトコブラクダ、ミシュミターキン、オカピ、複数種類の霊養とシカ、ドールシープ、ビッグホーン、アフリカ水牛がデンバー動物園で飼育されている。 ジラフハウスはキリンを飼育するために1966年に屋外展示と共に創設された。マウンテンシープハビタットは1979年に開設された。ドールシープとビッグホーンが2つの自然を模した山で飼育されている。ペンギンアウトサイドザエントランスツーバードワールド。デイリーフィーディングショーズヘルプエデュケイトザパブリックアバウト。 ザシャイバーズ、多くの希少種と絶滅危惧種を含む200種類近くの鳥類がプライメートパノラマの中と隣の鳥類用施設で展示されている。バードワールドは1975年に公開された。来場者に解放された大きな施設の中に外来の鳥が展示されている。それぞれの区域は自然の生育環境を特徴としており、熱帯と水辺の生態系が再現されている。 三つの主な展示内には柵がなく、鳥は来場者の間を自由に飛び回れるようになっている。バードワールドの台所を覗ける窓からは、鳥の餌を来場者が直接見ることができる。バードワールド施設に直接隣接している五つの屋外展示では、ケープペンギン、ウミワシ、ハゲワシ、エジプトハゲワシ、ワシミミズク、ヒクイドリを飼育している。 最初に作られた鳥類展示施設では白頭和紙とコンドルが飼育されており、また現在はフラミンゴと症状時の越冬場所として使われている。2006年、バードワールドとプライメートパノラマの間にロリキート・アドベンチャーズ・ネイチャートレール・バードプロテクションセンターがオープンした。ロリキート・アドベンチャーズは大きな開放型テントであり、来場者はテント内で ヒインコを観察したり餌を与えたりできる。ネイチャーアートレールは、単調の区画とヘビクイワシの区画をつなぐ、短い観察路である。ネイチャーアートレールは、バードプロテクションセンターの2つの屋外続いている。この施設では、あらゆる鳥類の繁殖と生育を行うことができる。プライメートパノラマの中にあるフォレストエビアリは700平方メートルの敷地を贅沢に使った設計で、 ほとんど見えないワイヤーメッシュで覆われている。来場者は施設内を歩きながら、国鳥黒襟白鳥少女時、オシドリ、ハワイガンカンムリオ釣りし鳥を観察することができる。その他空弱が園内外と駐車場付近を歩き回っている。1987年に開設したノーザンショアーズは、北極グマ、カナダカワウソ、カリフォルニアアシカ、 ゼニガタアザラシを展示している。有名な北極グマの子グマ、クロンダイクとスノーが飼育されていた。北極グマとアシカの展示には水中を観察する窓がある。ウルフパックウッズは開放的な森の施設で灰色狼が飼育されている。トロピカルディスカバリーは1993年にオープンした建物で多数の水槽があり、熱帯の哺乳類、両生類、 爬虫類を展示している。代表的な展示は、豆鹿、ナミチスイコウモリ、コブラとクサリヘビ、ヤドクガイル、ピラルクー、カピバラ、クロホエザル、シャムワニ、コモドオオトカゲなど。テナガザルの島トヨタエレファントパッセージは5000万ドルをかけて建設された4ヘクタールの展示。12頭飼育できる設備は、オープニング時点において、世界最多のオスゾを飼育可能な施設であった。 アジアゾウのほか、インドサイ、マレーバク、ウンピョウを飼育しており、プレデターリッチと同様の方法で、展示区画を順番に移動させている。動物のための遊歩道は3キロメートル以上あり、プールの水量は合計420万リットルに達する。テナガザルは来場者の頭上を綱渡りして、島の間を移動する。小型の種のために、屋内展示設備がある。また、 将来北アメリカ地域で飼育されているインドサイトアジアゾウのための繁殖施設を予定している。オープン時2頭のメスゾウと2頭のオスゾウが飼育されていた。この展示は動物園から出る様々な動物の排出物と人間が出すゴミを可燃性のガスに転換するバイオマスガス化システムからエネルギーを得ている。ガス化装置によって埋め立てに出される。 廃棄物を90%削減するとともに、エネルギー消費を軽減しており、米国グリーンビルディング協会からリードプラ、チナ認定を受けている。エンデンジャードスピーシーズカルーセルエンデンジャードスピーシーズカルーセルは、デンバー動物園で人気の絶滅危惧種を木から、手作りした乗り物にしたメリーゴーランドである。パイオニアトレインは、樹齢100年の木の下、茂みの中を通り抜け、 メリーゴーランドの敷地を回る開拓時代の機関車を模した乗り物である。来場者はプライメートパノラマ展示の外側で飼育されているアメリカとチリのフラミンゴとその他の水鳥を車内から見ることができる。この乗り物はアメリカ合衆国の動物園内の汽車として初めて天然ガスを使ったアトラクションである。アニマルホスピタルは1969年に建てられた。 ゲイツワイルドライフコンサベーションエデュケーションセンターには教室及び会議室があり一般に貸し出されている。ワイルドエンカウンターズは野生動物に関するプレゼンテーションのためにデザインされた野外劇場でゲイツセンターのすぐ外に位置している。2009年のフラミンゴ講義にて紹介されたフラミンゴの幼鳥デンバー動物園は来場者が動物について学ぶ機会を1日中提供している。 アシカ賞シ、アツガワルイの賞、ワイルドエンカウンターズ、プレデターリッチの賞、赤カ,カワイの獅子の絵付け、ペンギンの絵付け、ミートザアニマルスターズなどの催しがある。そのうちいくつかは季節限定であり、また2009年の夏季に行われたフラミンゴの解説などのいくつかの催しは、デンバー動物園で育てられた特定の動物の紹介である。デンバー動物園は、 アメリカ動物園水族館協会の種保存計画に参加している。また、世界動物園水族館協会のメンバーとして、世界中の動物園や水族館と協力して、世界のカエルとその他両生類の絶滅を防ぐために活動している。また、2015年以降デンバー市郊外にあるロッキーマウンテン兵器工場跡地の野生動物保護区へのクロアシーたちの再導入に、 貢献している。生物保全部門が、そのの保存活動を調整している。継続した調査と基金の調達を行うことで、世界中の様々な種の保存に貢献している。デンバー動物園は設立の1896年以来、保存活動に熱心に参加しているが、生物保全部門の設立により、専任のスタッフと世界中のプロジェクトのための資金集めができるようになった。 デンバー動物園における飼育下繁殖の最近の成果は以下の通り。ブーアットザズーは毎年ハロウィンに開催され、子供たちの楽しみになっている。ズーライツは12月の期間中、夕刻に開催される。光のワンダーランドを通り抜ける美しいイベントで、多くの電食は園内の動物を表現しており、動きもある。ありがとうございます。